10年ぶりに姿を現したヒーローたちが頑張っていますが、まるで歯が立ちません。阻止することはできないのでしょうか。そう、これだわ。これなら十分に。マネージャーになります。さて、自己紹介している暇はなさそうですね。ヒーローボールをタップしてヒーローをスタート。素晴らしいです。今スカウトしたヒーローはプラスワンヒーローと言います。より快適にするための研究所です。まずはヒーローボールの製作。よくできました。研究を進めるほど新しく追加されますので、どんどん進め。調子でヒール。今度はヒーロー合成のティップスをお伝えいたします。ダブルタップすることでヒーローを合体させることができます。ダブルタップで合体させてみましょう。よくできました。このようにダブルタップでもヒーローを合成で、
姿を現したヒーローたちが頑張っていますが、まるで歯が立ちません。阻止することはできないのでしょうか。そう、これだわ。これなら十分に。さあ、反撃開始よ。手強い敵が現れました。このままだと危な。本部より伝達がありました。精鋭ヒーローがどれくらい強いのか楽しみですね。今すぐ来る。レビア、ヒーローが合流しました。精鋭ヒーローはレベルアップするとさらに強くなれます。では早速レベルアップ。ここではヒーローレベルを上げることができます。レベルアップをタップしてレフィアのレベルを50まで上げましょう。レベルアップボタンを長押しすると、これからもレベルアップで精鋭ヒーローをどんどん強化してください。